日本人の神戸市民淡井圭介です。先ほどの続きなんですけども、2023年7月の21日、20時31分、まあいつものルートで送った SD カードで政府に通して、国際司法裁判所の話はそれはもう言ってるんです、何年も前で。電気自動車化を私の方で2035年にはスタートしましょうと。もうガソリン車、一般的なあのガソリン車の販売は禁止と。ね、普通の人間だったらこんなこと言い出したって、経済しか知らない人間だったらアメリカのね、ビッグスリーと言われる大手自動車メーカーとかはどうせ反対しようとか、わけわかんないこと言うんですよ。で、電気自動車作るのも自動車メーカーに決まってるでしょ。頭の中どれだけもうわけわかんなくなったら、そんな、ね、笑われますよ、そんなこと言ってたら。本当に。で、そこは家電メーカーとかと組んでいくんですから。ね、モーターの力がいるんですから。で、もともとモーターなんか昔からあるんです。工業高校とか通ってたらわかるんですけども、旋盤加工とかしますから、旋盤は電気で動いてるんです。ボール盤もフライス盤も板金も大体もうみんな同じです。アーク溶接も電気でアークをね、電気でね、高温を発して金属と金属をつないだりとかしてるんです。アーク溶接の免許も取りました。危険物取り扱いの免許とか、まあその話はちょっと置いておいて、で、その世界中のね、やっぱり日本としても他国も正直言って、もともと L 業界と政府が癒着をしていたっていうところが実態であって、特にテレビ局とか含めてね。で、その昔の映画とか見たら分かりますから、エロシーンがなぜ入ってるんだと、そんなもんいらんって。こちらのね、進めてきた、新海誠監督のね、君の名はとか、天気の子とか、まあ、私からの提案で作ってもらってますから、まあ、曲は、こういう風な曲でっていうことで、歌詞はこういう風な内容でとか、そういう風なことをね、実現していただいたのは、ラッドウィンプスさんたちで、まあ、僕は彼らのことを信用しています。まあ、そういうふうな話あって、いいですか？ちょっと他の話に戻りますけども、商社、日本の大手商社5社とか7社とか、まあ、5社が大手で基本的に、まあ、その後続く2社はある程度の規模です。それは、全体的な売り上げの方を見たら、まあ、規模の方がわかります。大体どこも資源を抑えに行ってるんです。ガス、石油、石炭、いろんな金属の採掘と、そういったところが強いんです。絶対使用しますから。だから、バークシャーサイの、ウォーレン・バフェットさんが株を買った話になるんですけども、それをニュースを見ただけで、まだみんなが同じことを、ほらね、数年前に行ったこと忘れてるでしょうの話なんですよ。株価上がりすぎです。リーマンショックぐらいの頃が、その前がね、手前の頃が1万2000円ぐらいだったでしょ。日経平均株価が。それは円安、円高のその違いはありますよ。ありますけども、先進諸国どこも少子化で、エネルギーの残存量問題が先にどうにかしなきゃなんないのに、世界中滅ぶ方向で何を株の価値を上げてるんだと、わけわかんないこと、どこの誰が金を動かしたのよっていう話になりますから、僕はずっと言ってるんです。ホームページにも記載してます。日経平均株価は2万8000ぐらいが妥当であると。いいですか？太陽光パネルの屋根の上の設置の義務付け化。これを法整備で行う。こうすることによって、家にバッテリーなんか揃えなくても、蓄電池のことです。付けなくても、屋根の上にソーラーパネルを置くだけでいいんです。ね。そしたら格安で電気が作れる。ほとんどバッテリー代。あんな暑さ、ね、もう、1ミリから3ミリ程度のものがそんな高い値段になるわけないでしょ。そのために公正取引委員会とかあるんですよ。刑法も使えますからね、公正取引委員会は。非番の時なら民事とか、普通の時でも民事使えるんじゃないですか、公正取引委員会の人たち。まあ確か民事使えるっていう、もうそれでいいっていうことになってたと思うんですけども、
まあ、とにかく過去にもそういう話があるんですけども、多分ね、もう今の状況だったら2025年に、電気自動車、これも世界中で、2025年にしましょう。で、65歳以上の、人間の運転免許証、強制返納で車を、強制売却、これを、法律で通してください、世界中で。それしなかったら交通事故は70歳以上の人たちがあっちこっちで死亡事故が発生しています。普通に考えたら当たり前ですよ。歩いて買い物行けないような人が車なんか運転して危ないに決まってるでしょ。で、それを法整備するだけでガソリン自動車があふれかえるから、2035年ぐらいまで中古のガソリン車があふれかえるんです、世界中で。だから2025年でガソリン車の生産を停止しなかったらとんでもないことになる。で、もうそこで2025年に電気自動車の生産に切り替えであんまり売れない。だけども自分たちのメーカーで作ってきた車を中古車として販売すればいいんです。簡単な話です。これがエコロジー、賢い生き方です。で、もともとそういう風な話があったから、日本の大手商社さんがね、ガスの採掘とか石油の採掘権を得たりできたんです。どちらにしても同じなんです。拡大者だとかこうだとかああだとか、そういう話も全部同じなんです。バッテリーの元となる金属の採掘地点とかもです。この話聞いただけでベルシステム24の人間が誰一人として頭上がんないことぐらいわかるでしょって。だから僕は裁判所に挙げてる書類見たら分かっていただけるかと思うんですけども、伊藤忠商事さんの社長の方が裁判所に来てもらってね、ベルシステム24の社長の人が来てね、で三田支店の支店長のものを読んで、で大川というものにまず聞いてください。三枚書なんで、なぜマーキュリースタッフィングさんに阿波井さんが親会社の伊藤忠商事の名前を出してきて脅してきたって、なぜ虚偽の報告をしたんですかって。僕はしっかりと敬語で言いましたよ。いや実は、私の方からの提案で伊藤忠商事さんとかも、海外のあの資源の採掘権とか、まあそういったルート、確保とかさせていただいて、記者に実は貢献してきた人間なんですって。人材派遣会社の人間ですから、自分のことをねしっかりと相手の会社に伝えるのは、これは本筋ですよ。自分の詳細を明かさない人間ほど怪しい人間いないんですから。それ言ってたら急に話打ち切って、でその日仕事終わったら担当の人から、嵐さんっていう人なんですけども、あのジャニーズの嵐とは全然関係ないですかね、嵐さんっていう人から電話がかかってきて、阿部さんどういう話したんですかって、阿部さんが親会社の名前出してきて脅してきたって言ってきてるんですけど本当ですかって言ってきて、そんな人我々としてもっていう話を急にしてきて、 100% の嘘を私に言ってきて、だからそのアイスさんっていう人は被害者なんです。わかるでしょ、今の話を順番に聞いていくと。もしかしたら小川さんが言ってないかもしれないんです。だからそれを裁判所でどこの誰がそういうふうなことを言い出したのか、これしっかり追及しなきゃならない。もう社会の実態として病院もどこも人材派遣会社の人間を雇ってばっかりいるから、人材派遣業をなくして自社雇用にしないと。じゃなかったらどこの誰か分かんない人間なんか働かせていたら何が起きるか分からないのが会社なんです。本当は裁判所の人たちも名札つけなかったら、これはもうこの間も言いましたけども、弁護士会館から来てる人、当社室で僕が以前挙げたその令和4年の分をもう一回全部フルコピーしていて、もうそれもとんでもない量であるから、もう厚みで本当にこれぐらいありますから、コピーしたら、あのもうそれコピーして泣く泣くお金もう20円も取るんですよ裁判所。根性曲がりすぎてるから、5円コピー機置いときゃいいんですよ。本当に経済のことよく分かってないから。で、原告側が不利なルール導入してどうするんです。正義の使者であるべきが裁判所なのに、そんな呆れたことしてたらダメでしょ。髪の毛染めてる人間を働いてる、法律名を求めてくる、君たちの仕事でしょ法律は。
原告側に法律面を求めてどうするんです。世界中でしっかりとそういう定めをもう国際司法裁判所で判例で出してください。裁判所の裁判官が法律面などを求めてはならないって原告に。で、こんなにも起こるもう無理ないでしょ、本当に。その辺の、ね、東証一部上場っていうだけで働いてる社員が、ね、人材派遣会社の人の仕事を始まった時間と終わった時間を書き込んだ後、印鑑、自分たち責任者を押すでしょ。その下の書類にも責任者の印を押してない。書類の書き方すら分かってないですよ。それ僕は教えてるんですよ。はっきりと僕の上ですよ。実力どう考えても。法律のことから含めてね。実力なんか誰一人として持ってる人間なんか見当たりませんでしたから。打ったら実力があるんじゃないですよ。変な売り方してるんだったら、後で訴えられるんですよ。それ分かってますかっていうこと。何にも分かってない人たちだなっていうことは分かっただけです。僕から言わせたらね、僕は知ってることの3分の1にも多分届いてない。本当に。それが東証一部上場のレベル。そんなところの、銘柄の株価って、どうするんですかっていうこと。本当に。いや、もうこれは本当の話。あの、変に、買っても、後で、政府間で揉めたりしますから。本当に。あるんです。経済界とか、経団連とかで揉めたり、本当にあるから。もう本当のことは言ってたらいいんです。後で収集聞かないようなものすごい金額の裁判になったら、どうせ全員あの時淡井さんに言われた通り全部言っといてもらった方が良かったっていうことになりますから。で、もともとそういう話があったから、日本の信用度合いで世界中のいいですか、石油の採掘権なんか、もともと石油を採掘してるところの国とかがね、そう簡単にどこの国にお任せすると思います？第二次世界大戦で負けたのは日本ですよ。その当時の頃は世界中は日本、ドイツ、イタリアは世界の中で悪党の国だったんです。これが事実なんです。そこは私はある程度のところはしっかりと認めています。確かに真珠湾攻撃、先制攻撃をしてしまった日本です。すいませんでしたと。私はもういつでもアメリカ人の人にそういうような形で頭を下げることができます。だけども、もう一つの方向性で、いやもう絨毯爆撃までした後、原子爆弾2発とか、これはもう絶対なしですよと、世界中で。で、本当に、もうこれはね、オバマさんとかの頃からもうしっかりとご理解していただいてるんですけども、もう核兵器はしっかりと解体して、で原発にエネルギーを回すと、もう今更そのまま核兵器で遊んでる場合じゃないと。そんな巨大な犯罪行為したら、もうね、国際司法裁判所がそれで勝訴がなかったらどうなるかぐらい分かるでしょ。勝訴が出たらどうなるか分かるでしょ。だからちゃんと核兵器なんか作らないで、原発にエネルギー回さなかったら本当にものすごいスピードでガスの技術的採掘可能埋蔵量が減っていってるから、で原油の消費量もずっと上がりっぱなしなんですよ。だからいろんな部分でそういう知識を世間に広めて、テレビとはもともとそういうものなんです。勉強するツールで、まず第一義的にあることなんです。まあ本当は災害情報を知ることなんですけども、第一はね。その第二は、そういうエネルギーの残存量問題と人口増加と、その反面、先進諸国は、どこも極端な少子化になってると。この両面を覚えて、農業問題と金属の残存量問題と地震の発生の仕方についてと、あともう一つ、ごめんなさい、忘れてしまいました。もう自分のホームページ見たらまた思い出せるんですけど、だから僕もいろんなことに追われてると、やっぱり怒ってしまうと、やっぱりこうなっちゃうんです。本当失敗するんです。だからね。だからこの間話全然変わるんですけども、大谷翔平が35号のホームランを打って、あの辺も僕も頑張ってましたよ。でその後の打席がね、ホームラン打った後吠えてしまったでしょ、大声上げてしまったでしょ。だからね、その後ね、見え見えのボール球振りに行って
三振取られてるんですよね。だから冷静さを試合が終わるまでしっかりキープしておかなかったら、年間トータルの成績を考えた時にあいつあれだけ怒ってたりとか気合が入りすぎてるところもバレたらバレたで、ある程度のストライクゾーンに際どいところをボール投げ込めば振ってきようわっていうことがピッチャーからも見ていてわかるから、その辺のところはガッツポーズとか試合が終わるまで、もうそのトーナメント大会とかもそのトーナメント試合が終わるまでキープ、まだそこはこらえる、そうしなかったらバレるから、本当にもう野球してた人間だから分かるから、どうせ振りに来るだろうなって、本当に確かに左対左で翔平は左打者で左ピッチャーでね、左打者のまあこう斜めからね投げ込まれる角度からで外へ曲がりながら落ちていくボールだから、まあスライダーなんでしょうけども斜めに落ちる。だけどもあれは本当は見極めれるから、そのそこそこ相手は急速ストレートだって速いピッチャーでしょ。あの投げ方で、あの角度でボール投げてきて、緩いボールだったら、どうせそのあたりに投げ込んでくるんでしょって、簡単に思ったらバット止めれるから、似たようなボール投げてた高校生の頃に、奪三振記録を、更新した松井投手っていう投手、まあ楽天行って、もしかしたらその後どっかの球団に行ってしまったら、僕も、全球団のそんな、ね、プロ野球選手から、サッカー選手から、バレーボール選手、バスケットボール選手、はい、水泳、柔道、プロボクシングの世界チャンピオン、何からも何も絶対無理です。覚えられません。こんなに法律の相手しながら、本当に僕一回、現行法規と現代日本法規、一回安倍政権の時にまとめてもらいましたからね。全員これちゃんと読んでないでしょって。都政六法とか、現行法規、現代法規を全部見たら、各政令指定都市は、都政六法の内容に従わなきゃならないっていうことになってるんだから、現行法規も現代法規も書いてること一緒なんだから、現代日本法規っていうものを一つにしてくださいっていうことを頼んで、まあこんなに怒って言わないですよ。安倍さんだからね、相手は。すいませんけど、よろしくお願いしますって言って、で、大倉山の図書館にはそれで一本化して置いてもらったんです。二部いるんだったら二部置いといてはいいんです。それが未だによく分かっていない地方の議会が、東京都議会が屋根の上に太陽光パネルを義務付け化したんだから、各市は従わなきゃなんないのに、それをいちいち議会で話をしてるって、わけわかんない仕事の仕方ずっとしてる。とにかく議員は仕事が遅い！本当に。法律分かってないから、そんないい加減な判断になる。ねえ、どれだけ勉強してない人間が大学行ってたかよくわかるでしょう、僕の話聞いてたら。人件費が変わってるんですよ、あなたたちの高級。全員各ね、小池知事みたいに、東京都知事みたいに、自分から言いなさい。自分の給与は半分でいいですって。法整備しますって。それで根性あるかどうか知事、市長わかりますよ。あとは議員。地方議員全員。仕事が遅い。それと余計な仕事をたくさん作りすぎ。株の世界だったら、純利益でなかったら、あなたたちが最低賃金の方を下回ってでも、その借金頑張って働いて返しなさいっていうことになるんですよ。わからんまま議員になったような人間何人いるの？国民から選ばれた？知ったこっちゃありませんよ、そんなこと。間違えた決定なんか議会でしたら、その後大量の借金背負わされるっていうこと。いいですか、生活保護を受けながらお金返済しなさいの裁判しますよ。破産法が通らない。相手1000人超えてる議員でも私しますよ。私が負けたら世界中終わりますよ。エネルギーの残存量問題が解決できなくなって、おまけに消費税上がりっぱなしの世界になりますよ、世界中で。これが本当の話ですからね。ね、一般人の皆さんよくわかるでしょ。
なぜいろんな業界の経団連の人たちとか、ね、国連の議長とかも、淡井圭介の意見をアメリカ政府の、ね、各大統領とか、ね、習近平国家主席とか、プーチンさんとか、いろんな方たちが淡井圭介の意見を、いちいち聞くのかっていうことをよくわかるんでしょう。こんなに巨大な話、みんななかなか扱えないんです。本当に。全員彼の方向で一緒に動かなかったら、本当に自分の孫とかが食料の奪い合いで殺し合いになって終わるって。これはもう事実です。アホなニュース今までも流しても、テレビ局 も相当抑え込まれても、多分安倍政権の時に一回してもらったはずなんですよ。あの借金をね、ずっと毎年借金増えていったでしょ。それも2016年の年に逆に借金下がったでしょ。多分日本のいろんな企業の貯蓄したお金を多分政府で回収したんだと思いますよ。あと完全なエロ業界のところに、ね、有料のいろんなものを売ったりしてるところ、お前らの口座差し押さえるわって、そんなもん法律ちゃんと見てみなさいって、ちゃんと書いてある法律で、六法全書の範囲内でも、現行法規、現代日本法規まで全部読めって、そこまで言いません。まずは六法全書、都政六法を読み込んでから。そうじゃないといきなり現代日本法規とかそこまでいったら話ややこしくなるから。で、いろんな判例とか見たら、いろんな判例まで見たら、ぐるーっと一周回ってきて、普通のまともな考え方にすぐ帰ってくるから。一法律だけ身につけて物言う人間が一番危ないから。思いっきりそれで法律違反しますから。個人情報方法なんか自分の名前隠していいと思ってる公務員、全員アウト。フルネーム名乗りなさいって、一般人に言われたら名乗らなきゃいけない。これが本当のことです。だから普通の公務員の人は名札ぶら下げてるでしょ。本当にそれしなかったら警察官も、本当に名札つけなかったら民間人の人間、あれは警察署の受付の中に働きに来てたでしょ。そんなことしたら暴力団側の人間いっぱい入り込んできますよ。会社の役員でも暴力団側の人間なんかいっぱいいますからね。信じ込みすぎなんですよ。全員実績に名札つけてください。本当にこんなことでいちいち僕は裁判しなきゃならないんですか。あい、おまけに訴訟費用まで裁判所を求めてくるわ。本当にこの政府は悪党だなっていうこと、本当にこれも国連の国際司法裁判所で訴訟費用なんか国連加盟国は原告者側に求めてはならないってしたらいいんですよ。簡単です答えは。それで世界中一気に法改正できますよ。はい、その方が。これで世界中良い国が作れます。以上です。本当は今日休日ですのにね、何をこんなに燃えてるんだか、本当に。もう45歳なんて、結婚どころかもう、太陽光パネルもっそいよっそい。いつまでたっても生産工場を作るの時間かかって、ビルばっかりだよ、本当に。この建築業界。安藤忠雄さんも僕の家の横歩いた方ですが、一応一人で歩いてるからマシな方なんですけど、それでもまだ分かってない方。ここまで来る交通費があったら、僕の口座はホームページに明かしてるんだから、寄付金として僕にあげたらいいんですよ。そうしたら僕はそのお金で解けど、ね、みんな、安藤忠雄さんだけじゃないんですよ。今まで何千人もしかしたら万超えてるんだから、交通費使ってこんなところ歩いてる暇あるんだったら、僕に資金投入して、僕がね、特許庁にそのお金で申請しに行ったらいいんですから。で、あんまり特許庁の人間もいちいち断ってたら、裁判所行きにします。法廷でいち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 細かい言葉にこだわりすぎって、見て大体のことが分かったらええからって、そういうものなのって、公務員の仕事の仕方がで分かってない、自分たちの仕事の仕方が分かってない人間が多すぎるっていうことになりますから。以上です。皆さん仕事の仕方よく分かったでしょ。いいですか。私に指摘された方が間違えてるんです。私の腕から今血液を取ってる、そういうふうなコンピューターの設定をしたの、どこの台ですか。神がかり的な力の方でね、私の腕の血液今取られてる状態です。これで力が入れないようにしようとする方法なんですよ。これを逮捕するような形の時に応用しようとする悪党どもが政府にいたんですよ。今さらどこの誰がどこにいるかぐらい電波の Wi-Fi が入るところなら、みんな個体番号が重機ネットで番号を振り分けられてるんですよ。いいと思いますよ。犯罪者いつでも捕まえれますから。
法の悪用で不法侵入、私の家とか知る連中で、各国の他国の人に本当に淡井さんの家に公務員の人や国家公務員の人が入っていいと思いますかっていうことを、答え簡単です。身勝手に淡井さんが家出て行っている時に不法侵入してる連中が悪いって、ドアの前に警察官が一人立ってりゃいいんですよ。で、少し離れたところの田氏駅側と岡場駅側に立っておいて、あとは宮崎社店の方に立っておくと、これで逃げ場なしですよ。ドアドアっていうゲームは昔あったんですけども、まあスパイ&スパイっていうゲームの方が近いかもしれませんけども、ドアの中入って別のドアから出てくるってね、あんなアホみたいな連中本当にいましたから、本当に建物の中作り変えて国の税金使って、本当にその国のお金の使い方が横領罪っていうことまだ分かってないみたいですよ、本当に。本当にもうね、もう純利益出しすぎてるところは法人税率上げて、でしっかり回収しなかったら余計な建物をすぐに建てたがありますから、それがエネルギーの残存量問題を、さらにひどいものにしていきますから、すぐに政府の方がお金回収しなきゃならない。で、まあそれで岸田さんもね、あの法人税を上げるっていう話をしてるんであってね、普通の一般人の、一般的な会社の法人税を上げるわけじゃないですよ。純利益がしっかり出てるところだけですからね。特に1000億以上上げてるところとかね、一応これは事業規模に合わせてとか、まあ、その辺はいろいろありますよ。例えばね、社員の数が1万人で純利益が1000億円の会社と、従業員の数が、まあ、世界中で50万人いて純利益が1兆円以上上げてる会社じゃ、もし会社の、ね、コロナウイルスの時皆さんよく分かったでしょ、あんな状態だったら経済なんか回るわけないんです。売上なんかだだ下がりになるんです。だだをこねてもしょうがないの意味合いからどうしてもこういう言葉遣いになって申し訳ないんですけども、売上上がらない時上がらないんです。で、給与の算定表とかしっかりあって労働基準法がある以上ね、本当は別の雇用体系日給出来高歩合であったとしても、前月分の6ヶ月分の、6割分の1ヶ月分の、稼ぎ分は支払ってあげなきゃなんない。そのルールがなかったら、みんな絶対破産しますよ。無理じゃないですか。家のローンとか返せなくなって。金利が上がっていくんですから。いや、金利が上がっていく。まあ、そういうことになりますよね。結局金利が返せないから、まあ、元本の組み込みは民法の方じゃないとないはずですけども、どうします、銀行の人が民間人の人に訴えてもらって、ね、理屈としては通るでしょ。だって日銀が政府の持ち物であってね、民間の人が銀行にお金返しなさいって、あなたの話をしたことだからっていうことで国庫にお金返納しなさいって、あんまり意味変わらないんですよ。だからフィナンシャルグループほど厄介なものはないで、派生させた証券会社の山本証券さんも同じだから、私が建物建てたらダメだって言われたら、東証一部二部上場の企業、今はプライムだとかなんだか、もうそんなもん横文字使ったところなんかもうどうでもいいんですよ。もともとその系列だったところは全部建物建てたらダメなんです。空いてるオフィスビルなんかいっぱいあるんだから、そこ使ったらいいんですよ。今さらその経営の仕方とぼけるんだったら詰めていきますよ、法律で。会社の金で払いなさいなんか言いませんよ。そんな余っちゃうこと言いませんよ。役員の口座を抑え込みますからね。まず先に車を抑え込みますからね。ダラ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 と情けないものに乗り回して。そんなことするから、どこの土地が空いてるとか空いてないだとか、どれくらい建物建ちすぎてるとかわからない場合になるんですよ。車なんか乗るから。車なんか降りないと、役員になったら潔く。それは早朝出勤とか山の中に通勤しなきゃなんない人間だけですよ。車乗っていいのは、そのために電車バスを走らせてるんですよ。こんなもの世界中どこの国でもしてますからね。本数増やせばいいんですよ。いいんですよ、電車の数ね、乗る人がたくさんいるんだったら。
甲子園球場の阪神電車の見事さ見たらびっくりしますよ。5分以内ごとに次々と快速か新快速が次々とホームに来ますからね。あのペースでお客さん乗せなかったらホームから人があふれかえるんですよ、多分。本当にそんなことしたらどうなるかもう分かったでしょ。もともと明石歩道橋の事故とかで死者出てるんですから。で、韓国の、まあ、ごめんなさい、今ちょっと名前飛んでるんですけど、僕のホームページからそういった動画アクセスできるようになってるんですけども、ああいうふうに、人間がもう押し合いへし合いになって、もうみんな身動き取れなくなるんですよ。あんなもの警察官の責任じゃありません。人が集まりすぎていたら、自主的に自分で集まらないようにしたらいいんです。暴力団とか集まりたがるでしょ、もともと。ね。集まるなっていう指令が裁判所の判決で出てるんです。暴力団員は。準高生も同じですよ。集まってる春山整骨院に、これでなぜ簡単に警察官が動かないんですかっていうことですよ。どんなペーパーです受けて、警察官になったんですか、本当に。警部補以上でないと、淡井圭介のレベルについてこれないって言ってるでしょ。もともと二十歳過ぎの頃に。淡井圭介の件は、有馬警察署長の村木署長対応だっていうことになってたでしょ。ね。国会議員の人たちとかも、しっかりと有馬警察署にこれ通達してくださいよ。あの人のレベルは君たちの手に負えないって、彼の文章を読んだらわかるだろうって。何回彼を本当に精神病院連れて行ったんだって。それを言う国会議員はまとも側です。これ選挙に出た時に一般人の人たちが聞いてください。淡井さんのその言ったことをオタクの党を言いましたって、有馬警察署にちゃんと言いましたって、その記録が開示できますかって。自分で今更スマートフォンに録音機能ついてるんだから、一般人から開示の求めがあるんだから、公文書公開と同じですよ。電子化か違いですよ。音声も電子化されてるんですから、それ聞かせればいいんですよ。私はちゃんと言ってます。誰が本気でこの世の中変えようとしてるか、それで選挙に出てる人の本気度が分かりますよ。それでも逃げに走ってる人間か、それだけ分かりますよ。ああ、この国会議員マークしとかなあかんなっていうこと。以上です。皆さん、長い間ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。それと、私が、YouTube へアップロードしたときに、その通知が来るようにね、ご自分で設定できますんで、しっかりと設定してください。そしたら、最新のニュースが聞けます。あ、そういうふうに世の中動いてたんだっていうことが分かりますから。以上です。まあね、ちょっとガンダムの話しますけども、なぜ初代ガンダムがね、ああいうふうに独立部隊だったのかっていうことが分かるでしょう。政府と手を組んでしまったら、ややこしいことばっかりになってしまう。ばっかりになってしまうんですよ。政府がもともと悪いこといっぱいしてしまった後ですから。だからもうそんな状態で総理になっても、その件言われたら総理も潰されてしまうから、簡単に。だからまあちょっとそのね、安倍政権の頃から一応もう皆さん多くの人たちが対応してくれてますから。だけどもやっぱりその民主主義のね、民間人の投票の悪いところは、議員になるべきではない人間に投票してしまうっていうことですよ。まず、年齢として60歳以上の人に投票している時点で、はっきり言ってセンスないです。無理です。その後、60歳で当選した後、60、ね、何歳まで仕事するでしょ。その時点で投票している人にセンスがないんです。それは自由かどうかで言うと、それは投票するのは自由ですよ。法律的にはね。だけども根本突き詰めていくと、法律分かってないことになるんです。それだけでは。いや、こういうことになります。実態的に。認知能力あるかないかの話になってきますから。でしょ?それと、もう一つは人権の問題です。あの人たちがいた会社の、あの人たちがもともと役員だったからって言って、ずっと死ぬまで働けって言うんですかって。それは違うでしょうって。だから僕はある程度の年齢の方は、もう国会議員降りてくださいって言うんです。同じような形で平成の天皇陛下に、これは気遣いとして降りてくださいっていうことにしたんです。
そうじゃなかったらそれはそれで頑張って世の中改革しようっていう、そういう意味合いでの出世街道を走っていこうという頑張る人は現れなくなるじゃないですか。当選したら当選したで八方塞がりになる、で死ぬまで働けのコースになる、そんな人生僕だって望んでないよっていう形にみんななりますから、それは無理だから僕の方で平成の天皇陛下に降りていただきました。なる人様とも知り合いですから、話はすんなり通る方です。これをまた国会議員の人たちがそれを言い始めると、党がいくつか分裂してるでしょう。で、ある程度票の取り合いの部分あるから、みんな家買って家のローンとかの話とかも本当にあるから、だからもうラリーの意味、ラリってるラリってるってあれ、ラリーっていう意味で意味競争なんですよ。もう競争が入ったらもう世の中もうみんな人格破綻者に損に表現するから、もともとまともな人たちも本当に、借金抱えすぎると。だからまあ、だから僕はもう国会議員には、もう議員には絶対にならないってもうずっと言ってます。じゃなかったら、例えば議会で喧嘩始まった時に、もう、例えば民主党と、自民党も本当は自由民主党の派生で民主党が出来上がって、その後立憲民主党とかになって、もともと同じなんですよ本当に。それ言い出したらもう話まとまるしかないでしょ。変なちょっとした言葉遊びでね、何か追い込みをかけようとするんじゃなくって、本当のニュースを放送しなかったらみんな淡井さんみたいにならなかったら本当に無理だという危機感を持ってください。そういうような話をね、国会でしっかりとできるように、でテレビで放送するようにしてください。そうじゃなかったらね、国会一日の開催費用、人件費と国会議員の人たちだけじゃないですよ。他にも働いている、役人さんの人たちがいますから、公務員の人とかだね。で、そういう人たちの、人件費と光熱費とかいろんな部分を含めて、一日の開催費用、1億9000万円。ね。そんなところで無駄な喧嘩されてもってなるでしょ。もうこういうすんなりした話を、まあ、今まで歴代の総理みんながね、しっかり言ってくれてるんですよ。君側でいいって、まあ、鳩山由紀夫さんとかね、野田さんとか元総理と、まあ、もちろん安倍さんも、まあ、淡井圭介側でいてくれましたし、岸田さんもね、たまにお前側でいいっていう、今のお前でいいとかこう叫んでる、国会で叫んでる声とか、見てる人はね、聞き取れてる人はね、しっかりと、これ見た時にね、淡井圭介の YouTube を見た時に現実が理解できると思います。正直もうみんないっぱいいっぱいですよ。一般人が自主的に車売らないと、ちゃんと僕のホームページにね、 YouTube 見える欄があって、そこのところ下でもいいですし、ホームのところをタップもしくはクリックしてください。ちょっとたくさんありますけども、車売るところの窓口ありますから、そこに売っていただいたらちょっとしたお金が僕に入ってきます。でね、皆さんの善意で阪神淡路大震災の被災者で未だに救済がされてない、みんな助けてくれるっていうことで来てくれたはずなのに、で、そこでいろんな話混ぜ込まれて、先に結婚しとかなかったら家のローンとか返せなくなるから結婚が先だっていうことを教えに来てくれた人たちもいます。だけどもその後結婚話をしに来た人間がみんなテレビ局に出る人間で、みんな行方知れず、電話かけても合わせないんです。窓口の人は僕が淡井圭介って名乗ってるのに、テレビ局で働くつもりだったら、芸能事務所で働くつもりあるんだったら、淡井圭介の名前を知っておきなさい。大企業の息子娘知りませんよ。全員僕より格下ですよ。いません。今更テレビ局で働いてる人間で僕より格上の人間なんて。なぜならテレビ局が僕に被ってきた被害の方が、私が被害者側ではるかに大きいんです。今更頭上がる人間なんか一人もいませんよ。しっかり敬語使いなさい。まあ一般人の方からしたらちょっとお見苦しい場面だったかもしれませんけども、まあこういうことです。まあみんなでね、しっかりとテレビ局を合併させましょう。でまだ残ってる余計な連中追い出したらいいんですよ。エロシーンとかやった人間ね、今ね K ダッシュっていう事務所があったら、もうそこは早く廃業させなきゃダメですよ。
そこもともとエロ業界の人間集まってくるところですから、まあ、他にも調べたらいっぱいあるんでしょうけどね、もう僕も情報多すぎて追いつきません、本当に。もうね、本当に。現代放棄、もう現行放棄の方から現代日本放棄って今から僕は言ったら、こいつが作った法律ちゃうかって勘違いする人間がいるかもしれませんけど、僕は生まれた頃からありますからね、流刑は。流刑っていうのは他の国に島流しにするんですよ。昔からあるでしょ、大名が罪人を島流しにしてたの。もともと入れ墨を暴力団が入れてたんです。罪人が入れられるものが、目印として入れられるものがタトゥーであり入れ墨なんです。わかります？科学業界、外国人選手とかでタトゥー入れてもない人に、入れてない人に映像の表現なんかしちゃダメじゃないですか。そんなことまでして僕はスポーツ勝ちたくないって言ってるでしょ。で、どこはし始めたんです？科学業界で。マイクロソフトさんですか、アップルさんですか。告白という意味は白状という意味も入っています。恋愛のことばっかり考えるとしっかりと告白しなさいの意味間違えて受け止めますよ。場面見たらわかるでしょ、白状の方に決まってるでしょ。それとも日本の富士通さんですか。スーパーコンピューター K も富岳も富士通 100% ですよ。これから先も富士通 100% ですよ。なぜなら富士通が裁判所で昔からの件逃げれなくするためですよ。富士テレビは富士系列です。富士テレビは一番初任給が高い。悪すぎる冗談ですね。一番低いのが妥当ですよ、フジテレビは。以上です。他の動画見ていただいたら、今から10年ぐらい前の平成21年ぐらいかな、それぐらいの頃の各テレビ局の、大卒初任給のアナウンサー、しっかり私が述べています。判例六法を買って確認しましたよ。まあ、いろいろ探したりとかもしましたけども、だからね、ほんと、六法全書と都政六法だけで、一体いくら使わされるんだって、交通費とか、現行法規、現代日本法規まで、もう、これ、もう、意地悪して、もう、せっかく、エコールリラに、図書館の出張書があるのに、未だに、現代日本法規置かないんですよ。もう早く現代日本法規置いてください。もう来年からでもいいですから。今からだったら間に合うでしょう。あれぐらい印刷するの。そんなに世の中にたくさん出回らないんですから。あんなもの買って会社に置いたら。本当は六法全書3を出すだけで収まるんです。文字が小さくて読めない人のために文字を大きくしてるだけで、あれだけの体積になってるのは現代日本法規とかの実態で、現代日本法規も六法全書3を出さないと、六法全書4がね、法律削除、削除した法律書ということで出しゃいいんですよ。で、そこに理由を一緒に書いておくんです。それしなかったら、いいですか？削除した法律が大真面目な話で国会で復活しますよ。本当に。削除したのに頑張って。そんなことで、何百億使われるか本当にわかりませんよ。そんな議論平気でしますよ。だから、これね、本当に、ね、国会とかでね、大西議員だったかな。まあ、もう、あんまりこのバカバカしい、まあ僕と同じことを知ってしまった方だと思うんですよ。だから、憲法審査会が同じ、憲法のね、話を何度も何度も同じ話をするのは、猿の猿回しと同じだっていう発言。実はそれね、その人が最初じゃないんですよ。今までそれ同じこと言ってしまった国会議員の人たち、自民党の中にも今までいっぱいいたんですよ。で、正直言いますよ。一般人の人もそれ言うんが普通ですって、ここまではっきり物事が分かったら、ね、行政の法務省が怠けていたっていうことになるんです。現代日本法規でずっと固定しなかったりとか、法律削除本を出さなかった。これは法務省の人たちが怠けていた。これでいいんです。法務省のもとです。各裁判所があるんです。以上です。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。
チャンネル登録と本当に私がアップロードしたときにしっかりと着信が来るように設定のほどよろしくお願いします。それしなかったらスポーツの状況とかもわからなくなりますよ。以上です。